まちゃん、こんにちは。こん、こん、こんにちは。今日はですね、はい、まっちゃんが、はい、まあ、ローフェードをドライバーで打ち続けて、はい、まあ、約3ヶ月、はい、で、どういう変化があったのかと、まあ、やっていきたいなと、はい、で、まあ、こうやって動画を見てね、僕とかまっちゃんを応援してくださってる子、はい、皆さんは、まあ、去年のね、僕たちのスイングも、はい、まっちゃんのスイングも、まあ、よく知ってると思います。そうですね。で、新しく見始めた人も、はい、昔の動画を見ればやっぱりまっちゃんが大サソリをしてるのがやっぱよくわかると思うんですよ。結構ありましたよね。結構ありました。ダックでダッツをゲッツ第2回の時も視聴者さんの方に大サソリして打ち込んで視聴者さんもずっこけるっていうのもありましたしあの時はまだやっぱり結構してたんですけど、してましたね。最近まあ見なくなったな。最近は、しないような気はしてるっす。小サソリになったよね、やっても。そうっすね。まあそれは多分誰でも、そう、僕でもあるし、僕も右に左にやったりとかあるんで、はい、それくらいはツアープロ、まあ、僕じゃなくてもっと上手い人とかでもあると思うんで、はい、ただその抹茶の大サソリがなくなったことによって、はい、最近抹茶の帯見てないなと。いや、玉がなくならないんで、はい、ずっと同じもんだからやっぱりさ、まあいい方向に向かってるじゃないかなと思って思うんですけど、はい、もう一度その皆さんに打ち方というかやっていきたいなと。最近でもイメージは変わってきた部分があるんで。ああ、そうなんですか。はい、それこそさ、まあ、僕が最初そのもう6年ぐらい前ですかね、はい、ドライバーが調子悪くなってロースライスから始めて、そうでしたね、やり始めてさ、はい、3ヶ月ぐらい経ったら、まあ、ちょっとずつ球が上がるようになってきたみたいな感じだったんですけど、はい、まあそんな感じでちょっと打てるようになってきたってことですもんね。そうです。僕も球を上げようとも思ってないんですけど、はい、勝手に。そうなんですよ。そう、最初の頃は信じられなかったんですよ、うん、いやいやいや、うん、球は上がんないでしょと思ったんですよ。やってる1ヶ月間とかは全然上がんないもんね、最初全然上がんないから、はい、上がんなくてしないでしょと思ったら上がってくる。上がってくるっすね。そうで、僕なんかで言うと昔マルマンのコンダクターっていうドライバーに、はい、三菱の D かな、はい、D っていうシャフトだったと思うんですけど、まあ、それを刺してもう左に行かないセッティングを作って、あ、もうローフェードを打ち始めたんですけど、はい、で、まあ、自然に球が上がってきてね、まあ、もっちゃんもまあその状態にはだんだんなってきたと。そうですね。こうそうなってくるとドライバー打つの楽しくなってくるし、そうですね、まあ、ゴルフもやっぱりティーショットって結構大事ですよねみたいな感じが分かってきたと思うんですよ。いや、ティーショットめっちゃ大事ですね。めっちゃ大事ですよね。めっちゃ大事です。僕この間ある予選で、はい、ほとんど左のラフ行った時に、はい、ゴルフめちゃくちゃ難しかったんですよ。あー、パー取るのが必死になっちゃって。確かにスコア悪かったですもんね。スコア78とかだったと思うんですけど、はい、やっぱりね、どうにもなんなかったんですよ。で、ね、やっぱりシャフト変えたりいろいろこうして、はい、まあその後はね、アンダーパーで回れたんですけど、やっぱりめちゃくちゃティーショット大事なんで。そうですね。だから僕いつも難しいなと思いながら。難しいよね。はい。それがちょっと最近こう、まあ良くなってきたということで。そうですね。もう一度ちょっとこう、はい、おさらいというかね、忘れた頃にやってくる大サソリなんで。はい、いや、そうなんですよ。油断しちゃいけないんですよ。そうなんですよ。ちょっとこうやっていきたいなと思います。はい、じゃあ、まっちゃんのドライバーショットで。ティー高いですね。練習場のティーは。いやいやいや、ティーは高いところから打つのが、うん、ああ、そうでしたか。はい、やっぱよく覚えてましたね。あまり低すぎると本当に地面打っちゃうんで。いや、はい、低いと逆にうまくそのクローズ当たんないですか。いや、僕も思ってるんですけど、はい、これ当たったら、はい、そっちの林なんですよ。そうですね。だからこれの右にね、右を通すイメージで、ローフェードをイメージして、ローフェード、はい、じゃお願いします。今いいね。なんか俺より上手いもんね、もうそのローフェード。いや、もう今、うん、向こうにちょっと車が止まってて、はい、黒い車があるんですけど、はい、その車に打ち出して、はい、鉄塔に戻そうと思って戻ったんですけど、鉄塔当たりましたよ。パチッつって、ね、だからこれさ、はい、まあ、僕たちはよく知ってるその秋田くんとかさ、はいはい、たまに一緒にゴルフ行ったりするけど、はい、本当にまっちゃんローフェードってなって良くなったよねって秋田くんもね言ってくれるんですよ。言ってたよね、はい、秋田さんも練習した方がいいんじゃないですかみたいなこと言ってたもんね。いや、だって秋田さん、うん、たまにとんでもない球で、はい、OB 行くその、はぁーみたいに、まあ、じゃあ
人のこと言ってると帰ってきますよ。そうだ、アクセさん飛距離半端ないんでアクセさんあの全部超えていくんですよ。全部超えていくんだよね。はい、ちょっとこのローフェードの打ち方、はい、打ち方ですね。ボール見えてるんじゃないですかね。完璧です。完璧ですよね。やっぱりラインが出てきたよね。そうなんです、その打ち出しが安定したんで。そうですよね。だからやっぱ大サソリで悩んでる人は、はい、やっぱりまずはこの練習をしたら。そうだ、前はもう右か真ん中左どこに出るのか分かんないんですよ。そうですよね。すごい。まっちゃんさ、ちょっとこっち来てもらっていい？はい、まっちゃんの前の軌道をさ、ちょっと再現しておいてよ。もう一時のさ、ドロー打とうとした時の軌道って、バックスイングして、ダンスイングして、来て、いや、もっと下から入ってたよね。そう、すごいとこから入ってたんだよね。で、なんか、フォローペタンってなってたんだけど、それが最近シャープだもん、振りが。今、でも、その、最初に、うん、始めた時のイメージは、はい、そうは振らないんですけど、うん、こうだったんですよ。すごい縦に振ってたんだ。低いスライスは、うん、こうじゃないと、うん、打てないと。でね、もうみんなが、うん、えってぐらいの感じで、うん、本当に、うん、こうやってあげて、うん、こうやって打つみたいな。だからゴルフ、そのまあ練習でかっこいい球打ちたいとかだったら、はい、別だけど、ゴルフが上手くなりたいんだったら、まずそこから始めることだよね。本当に。大根切りってよくみんな言いますけど、うん、本当そのイメージで、はい、打ってないと低い球、低いスライスが出なかった。打てなかったよね。それが最近は和子さんよく言ってたじゃないですか。低いなんかスティンガーとか打つ時も、うん、こう低いとこから入れてきてクラブを最後立てるんだよね。最後こう来て打つんだよって言ってた意味が、うん、最近はちょっと分かってきて、分かってきたんだ。そのこうやって今はやっちゃうと、うん、すごいベラベラのスライスになっちゃう。ベラベラのスライスになっちゃうんで、ある程度やっぱこっちからインサイド入れてきて、クラブがバーンと立つことで、そう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 、低いこういう球が出るっていうのが、それを分かるようになるにはまずはカットのその軌道を体に覚えないといけないね。いやもうこれからですね。だからこれやってる時は、わこさん球なんて一生上がんないよと思ったんですけど、だんだんやっぱり軌道が良くなってきてるんですよ、まっちゃんの。そうですね。なんとなくやっぱり。うん、スライス、うん、というかそのスライス回転しっかりかかる自信が出てきたんで。そう、絶対に球が右にしか曲がらなかったら、はい、左の OB とかも向けるじゃないですか。向けますね。そうするとちょっとこう出球が揃ってね、はい、だからまっちゃんって最近さ、まあスコアも悪かったりするけど、はい、朝一結構まっすぐ行くようになったじゃないですか。いや朝一フェアウェイ行くようになりましたね。ね、だからそれってすごい大きな進歩で、はい、自分にそのやっぱりやることが明確になってるから、 なんかまあ、すごい緊張とかもすると思うんだけど、まあ俺はこれをやっとけば大丈夫。もうもしこれダメだったらまたちょっと練習しようみたいな。だから前よりも緊張しなくなりました、うん、ああ打てるようになったからね。前は、うん、もうどこ行くんだろうって思いながら、はい、って緊張してたんですけど、はい、今はとりあえず左にね、左のあのバンカーより、うん、まあ右を狙うか左を狙うかで、はい、スイングの軌道が変わるんで、うん、ここはバンカーでしっかり右を狙って打つところとか、そうですね、そのやることを決めて臨めるようになったんで、ね、なんかそのあと打てないホールとかも出てくるじゃないですか。そうなると、そうですね、そういうホールはスプーン持ったりとかすればいいですからね。スプーンを前は持てなかったんですよ、うん、なんか絶対ドライバーで打とう、こういうのはドライバーで打てないとダメだみたいなねあったんですけど、今は思うよ、ね、あ無理無理スプーンスプーンそう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 だね。だからこの間、まあ、僕日本プロ2日間で予選落ちましたけど、はい、まあ最終組のや最終日最終組をね見てたんですよ、はい、僕テレビで。で17番ホールで池田勇太さんがボギーを打ってしまったんだけど、はい、ティーショットスプーンだったんですよね、はい、で17番ホール、まあ、僕2日間ともドライバーで打って、まあ、いい球で目を行ったんだけど、はい、めちゃめちゃ狭いのね。あそうなんです。で右のラフ行ったら足首以上あるラフで左行ったらラフプラス木なのよ。あでめちゃくちゃ狭い中、稲森くんは、まあ、もちろんドライバー打ったんだけど、はい、池田太さんがスプーンで打って、はい、丸山茂樹さんが、いや日本人は何でもかんでも結構ドライバー持つんですよねみたいな。やっぱり池田太さんみたいに結構そういうマネージメントをやっていかないとやっぱり強い選手にはなれないよねみたいな感じで言ってたんで、結構その、まあ、これくらいドライバーで打てないとダメだみたいな結構言うけど、はい、まあ、池田太さんなんか言ったら
だって俺らなんかよりもう何十倍もうまいじゃん。何勝してるんだってぐらいのレベルですもんね。しててドライバーの精度だって僕らじゃ考えられないような精度してると思うんですけど、はい、それでもスプーンで打ってマネージメントで、ね、やったりしてるわけだから、だからその辺をもっとこう考えて練習していけば、ね、多分まあ皆さんにそこまでねやれっていうには言わないですけど、はい、なんか少しそういう考えを持っていただければ、ね、結局ちょっとドライバーが最近良くなってきたから、うん、ティーグラウンド立った時に冷静なんですよね。ああね、はい、そういうことだよね。前はうーってなってる、緊張してるし、うん、どこ行くか分かんないから冷静じゃないんですよ、うん、自分が。そうするともうドライバーしか抜けないというか、うん、もう打っちゃえみたいになるんですけど、はい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 、今ちょっと冷静だからよしスプーンでここはそうだよ、ね、まずは行こうみたいな。そうそうそう、そういうのはいいと思うんで、あまずはやっぱりでも低いしっかりね練習をしてもらって。そうそう、僕はでも本当にまあワッホさん言われたことを信じて、うん、まあ、低いスライス最初は本当こういうスイングだったけど、うん、で最初ってやっぱ飛ばないんですよ。飛ばないよね。飛ばないんですけど、これを信じて、うん、まあいろんな先輩にも、うん、それじゃ飛ばないじゃんって言われてたよね。言われながら、うん、いやでも今はこれでとりあえずいいんですって言って、やったら、まあ今良くなってきたから、しかも3ヶ月なんで。そうだよね、はい、3ヶ月って、まああっという間ですから。あっという間です。やってれば。だから本当に、まあやって本当に良かったなっていうのは今あるよね。ありますね。いうこと聞いてくれたね、やっと。いやもうたまにはたまにはね、ここまで来たら、うん、若さに言うことちゃんと聞こうと思ってまあまあそうやってね、僕もこうまっちゃんとさゴルフ行ってさ、はい、やっぱいい勝負したいわけよいや僕も思ってますよもう今日こそもうケチョンケチョンにしてやるのでもさ、この間の2日間の試合とかも、はい、まあコース難しかったけど、やっぱりさ、やっぱりいいとこでさやりたいじゃん、2人で。そうですね、その最初から組み合わせで俺とまっちゃんがしてもらうことは言えばやってくれるけど、はい、スコア順の時に松本には負けらんねえなみたいなやっぱあるからさいやだから僕はその気持ちで、うん、最初の方はワッホさんと並んでたんですよこのゴルフメモっていう試合行ったんで、はい、その結果報告の動画結構面白いんで、あのサブチャンネルの方に出てますんで、はい、よかったらそれ見てもらって、結構ね面白いと思うんだよね。暇な時に。そうです。あれまあちょっと40分ぐらいの動画なんで、はい、ラジオ感覚で、ラジオ感覚で、あの映画ありみたいな全然しないんで、はい、本当にイヤホンつけてただ聞いてるだけっていうのが多分面白いと思う。まあ見てもらえたらなと思う。そうですね。まあそんなことでね、はい、まあまあそのローフェードをすることによって、はい、やっぱりドライバーが良くなってきたんで、まあ、そうですね。ドライバーで悩んでる方は一度試してみてはね、はい、どうでしょうかということでした。はい。ということでね、今日もね。長く聞いていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。